はいどうもフラちゃんです。はい、じゃあ今日はねこちらのいちごジャムさんがですね、なんと5回連続で偶数の目を出すと1500万くれるということで、まあ言っていたんでね、しっかりと配信許可も取って今回はこちらもやりたいと思います。ちなみに1回やるたびに参加費は50万ゴールドです。でそれで1500万っていうと30回に1回ね、5回連続で偶数を出せば1500万でプラスになるということです。でね、一応確率ですね、計算すると32分の1ですね。2分の1が5回連続だと32分の1なんで、僕もねやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。こちらですね、もう1回1回やってちゃねしょうがないんでね、もうこれは2回ねと一緒に払ってしまいましょう。でしっかりですね100万ゴールドを支払います。で開始はですね6400万からのスタートです。さあこれが6400万以上になればねプラスということで、じゃあ1回目のダイス、記念すべき第1回目のダイス振りたいと思います。はい、偶数来ました、68。いやここねやっぱりね、俺こういうギャンブル系かなり強いと。おっ、61、これ偶数じゃないですね。でももう1回あるんで大丈夫。さああと1でね、じゃあもう1回やります。さあ、じゃあ第1回目のダイス、はい、お願い。おう、56、これ偶数ですね。で次、はい、よいしょ、あ、91。うわ、これはマイナス100万、今マイナス100万です。じゃあ2回、また2回ということでね、まあ、これで負ければマイナス200万、でもねまだまだ後があるんで30回もチャレンジできるんでね、まあ料金的に考えればね、30回超えてしまうとただただ損するだけということになるんで、まあやっぱりこう30回までになんとか出したいね。じゃあ1回目のダイス、はい、よいしょ。うお、奇数、ちょっと待ってくれ、これ奇数、ちょもう1回あるんで大丈夫。でこれはアマテラス使いましょう。ちょこれよいしょ、うっさん、これはもう奇数ですね、もうしょうがない。ちょっといい加減ね、そろそろ買っておきたい。さあ行きますよ。では第1投目、よいしょ、うわ81、奇数ですねこれは。もうもう一回、ちょっともう一回、6回目ですからね、ダイスチャレンジ的な意味では。よいしょ、はい、偶数。じゃあ2回目、よいしょ、おう、偶数来ました来ました。これはいけるでしょう、この流れは。よいしょ、あ、81、これはなかなか出ませんね。ちょっと誰も並んでないんでね、またこれ4回目の100万チャレンジということで、さあこれで負ければ400万マイナス、かなり痛いですね。では第1投目、ダイスどうぞ。いやこのね、うわ負けた、一発目でこう奇数引いてしまうとかなりもったいない感がありますね。じゃあいきますよ、よいしょ、31、ちょもう1回、もう1回、もう1回、ちょこれはね熱くならないと勝てませんね。よいしょ、あ、55、よいしょ、うわキス。じゃあ32分の1ですからね、それを30回以内に出せれば OK、 まあどっかしらでは来るでしょう、確率的に見ればね。30回目ぴったりで来るってことはねなかなかないと思うんでね、よいしょ6、いいですね。ちょっと2回目、よいしょ5、ダメだ、うーダメだこれ、ちょっともう一回あるんで、もう一回あるんで大丈夫、大丈夫。よいしょ、55、だからなんか今回ゾロ目出すぎじゃございません？でもあれですねゾロ目勝負なら間違いなく勝てますね。もう一回、よいしょ、キュアウーチ、気持ちがきて、うわーダメだこれ、おいな、21、73、これ来てくれ、なんでだ、やばい、もう怖いからこれ。ちょっとこれはね確率以上に当たりにくいということがね分かってしまいましたんで、まあでもね僕は当たるまでやりますよ。さあ1100万ゴールドのチャレンジです。あと4回ぐらいしか残されていないんでね、ちょっとダイス触れる回数は6回ぐらいありますけど、ちょっとねこれはかなりきますね精神的に。ちょっと頼みますよ、7はもうダメじゃんこれ、もうダメだ、ちょもう一回、よし、でよし行くぞ、うん、ああ終わった、何もか、ちょもう一回ですよ、これ熱くなりましょう。じゃあ行きますよ、いちごジャムさん、ちょその笑顔消した、よし6、いいよ偶数、2回目のダイス、よいしょ50、 OK、 いいよ2回目来てるよ、ここで頼むよ、
数なんでだよ、ゾロ目ばっか出すぎだろうがよ。もう一回ですよ、もういきますよ。あーもう63 ちょもう一回ですよ。よいしょ97、うわ終わった。ちょっとここまで出ない、また奇数。よいしょは73、奇数出んなよ。なんで奇数なの、うわちょっと待って、奇数5連続なんですけど。その笑顔むしり取ってやる。よしいいよ、これでもう偶数のね連打でしょう。はい来ました、2回目。はい3回目、おいいですね。次いきますよ、4回目。7 重もう一回もう一回もう一回、よいしょ、あいいですね。1回目、なかなかなんか偶数出ない感じしますよねこれ。あいいですね、っていうかゾロ目が本当に出すぎあいいですね4回目、4回目いきますよ。あ53 ちょっともう一回、これもうね、あっと1とかもう1回とかね、2回分とかもう言わないね。もう僕常連客と化してるんで、いいかもとしてね今なってます。じゃあいきますよ、もう涙が出そうです。あ66、いいですね。じゃあ次2回目振りますよ。あいしょ、ああいいですね。てか本当にゾロ目が出すぎですね。よいしょ64、来ました来ました、いいよ。4回目、ちょっとそろそろ勝たして、なんでおかしいじゃんこれ。ちょっともう一回お願いします。はいはい78。まあなんかでもゾロ目がねなんか出やすくなったような気もしますよね。先ほどさすがに奇数の連打だったんでね、まあ、ゾロ目じゃなくて偶数ですね。偶数がたくさん出やすくなったような気がするんだけどな。もうこれはあかんでしょう。ちょもう一回行こうぜ。マジでねお金がねちょ、まあ勝たないともうこれはきつい、きつすぎる。よい、あーダメだダメですね。もういいか、だこの人今どれぐらい稼いでるってことになります。多分他の人もねちょこちょこやってるんで、多分ね3000万ゴールドぐらいはねおそらくもういちごジャムさん吸収してると思います。これはいい商売ですね。55、うわ終わった。ちょもう一回言います、よいしょ、よい34。じゃあ2回目、よいしょ97。これは当たるまでいこう。うわ奇数ダメだ、ちょっともうやばいです。気持ちが気持ちが死んでしまう。これやばい、本当にやばい。ちょっとどうするこれ、いくぞ。ちょっともう合図とかいいでしょ、もうちょもう合図とかいいでしょ。僕とねいちごジャムさんの中ならね、もうこんなね合図とかなしでいいんで。よしいいよ、2回目来ました。じゃあ3回目のゾロ目、よし3回目来た。4回目頼む、そろそろいい加減に。よし運命のラスト5回目、ちこれいきますよ。これはね絶対に出したい。なんでだおーもう5回目来なかったちょこれもう1回ですね、これもう1回です。もういい加減ね、そろそろ来るでしょう。よいしょ8、もう1回2回目、偶数来ました。いや偶数出やすいですね。偶数お願いします。おし偶数お願いします、お願いしますよ偶数の神様。おしあと1回ここまでいいね、すぐに5回目の挑戦まで来ました。じゃあこちらはアマテラスでとどめを刺したいと思います。終焉なん、あーうわちょこれはあかん、これはあかん。みんな絶対やるな、これやばいぞマジで。俺みたいになるぞこれ、ちょっと待ってくれ。32分の1ってもうだいぶ過ぎてますけど、確率的に。はい5、あ終わった。はいはいもう1回、はいもう1回、あちょ終わったわ、はいあ終わった、はい71。ちょっと待って、いい加減にマジでマジで破産動画になっちゃいますからこれ、まずいですよ。うわ来ない、ちょっと待って、何回、うわうわもう嫌になってくる泣きそうだ、泣きそうだよ。もう同情するなら5回連続、うわもう偶数出してくれよ。よし行くぞ、2回目行きますよ。よし神様いい加減にお願い、神様よしありがとう神様、4回目お願いします神様。うわ神様ありがとうございます。5回目連続のゾロ目、あじゃあ偶数をただいまここで終焉。うわガーなんでだこれ
ちょっと待って、もうこれ帰れないじゃん。もうこれ出すまで帰れませんよ、僕。今もうマイナス4000万ってもうバカになんねえかね、これ。8、あ、来た。ちょっともう一回、よし、来た。3回目。あ、終わった。ちくしょう。9、あ、終わった。もうほとんど座れてますね、これ。かといって今やめればね、なんか動画のネタ的にもね、どっちも引っ込みつかないんだよ、今。今引っ込みつかねえからさ。これもうダメですね、これもう死にたい。なんでよこれ。奇数2連ちゃんっておかしいよ。3回目、もう3回目出ないし、4回目とか言われてるし、3回目しか出てないよ。ちょっとやばい、死にたい。もう涙が出そうです。36、2回目、あ、100、あ、来ました、100、50、あ、いや、ちょっとお願い、本当にお願い、よし、よし、よし、いいか、この俺の親指が今、ここでストップをさせるか、それとも継続か、それが今、決まります。よーし、だー、来たー、終わった。終わったよママ、ママ、終わったよ。僕の続き1500万、開始6400万、これで1500万受け取ってもさ、マイナス3400万だよ。もう泣きたいよ、泣いてるよ。もうなんで俺動画撮ってる最中泣かなきゃいけねえんだよ。もう何なんだよ、5550万。ちょっと色つけてもらって、違うよ、これ色つけてもらったじゃないよ。1500万だから、僕の掛け金50万ゴールドが来たってわけだよ。同情するなら金をくれ、いいか、同情するなら金をくれ。俺は今日この悪魔のダイスに手を出して3400万溶かした、いいか、正直半分にされたんだぞ。な、いいか。みんな、忠告するぜ。やるな。ああいうのやるな。ゾロ目とかはいい。ゾロ目とかバクとかそういうのはいいわ。な。ああいうなんか美味しそうな話には手を出すな。こうなるからな。俺が身をもって体験しました。いや、ていうかね、本当ならね、俺は今回、なんだろう、1200万ゴールド目ぐらいで、1500万ゲットみたいな動画を撮ろうと思ったの。まさかの、これ何回やったよ今日。おい、60回ぐらいやったぞ。5630だから、そうですって、60回、は、70回ぐらいやったよ。それで結果ね、こんな時間かけてやってマイナス3400万、バカかっつうの。いいか、何回も言うぜ、やるな。いいか、絶対にダイス屋にまず来るな。ダイス屋にまず来るな。な、ダイス屋に来たとしてもだ、ああいう美味しそうな話はね、まあ、あの人を否定するわけじゃないんだけどね、まあ、ああいう美味しそうな話っていうのは宝くじを買う気分でねやってください。さもないとね、俺みたいな運命に合うんで、皆さんぜひ気をつけてください。まあ、宝くじよりかはね、はるかに配当率はいいので、小さな夢を見たいなと思っている人なら、ちょっと買ってみてもいいですかもね。まあ、ただね、俺みたいにこう当たるまでとかやるな、500万までとか決めてやってください。はい、じゃあ以上、フラチャンネルからのちょっと危なめな動画でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。同情するならお金ください。